こんばんは、長野市議会議員の小泉和馬オレンジのおっちゃんです。というわけでね、小ちゃんライブを月水土曜日にやってまして、で、8時55分からね、皆様にお楽しみいただいていたところなんですけども、まあ、小泉さんのね、自宅のパソコンが起動しなくなっちゃいまして。で、いつもね、ライブはその自宅のパソコンでやってたんですけれども、どうすればいいってことで、急遽、すいません、今日はライブは、なしっていうか、ライブじゃなくて、録画でお送りさせていただきたいと思います。まあ、20時55分からね、お送りするということで、やらせていただきたいと思いますけれども、まあ、本当にね、このね、いろいろ仕事しなきゃいけない選挙準備の時期にですよ、なんでそういう私のね、行いが悪いから、そういう試練を神が与えたもんているんだと思いますけれども、はい、前向きにやっていきたいと思いますね。今日も画面キャプチャーからやっていきたいと思いますが、これね、これ、三戸部さんから始めてた。これ、三戸部さんっていう、ツイッターのアカウントの人で、まあ、小泉さんが青木島遊園地廃止の件で、まあ、そんなことやっちゃいけないよって言ってるのに対して、三戸部さんっていうのは、青木島遊園地廃止して OK っていう立場の方ですね。で、この方の主張するには結局のところ、小泉一馬が書き乱すだけ書き乱すせいで何が真実なのかよくわからない状態になっちゃったので、誰も腹割って話せなくなったねと。何を言ってんのかよくわからない。アホを権力者にしてはいけない事例だと思う、小泉一馬の罪は重い。まあ、アホを権力者にしてはいけないという小泉がアホかどうか、それから小泉一馬の罪は重いかどうかともかく通してですね、書き乱すだけ書き乱すっていうのは一体何を、指しているのかは、小泉にはちょっと分かりかねる。むしろ三戸部さんの方がね、なんか違う情報とか言ってたような気がしますよね。どう？これ落ちてる方だら分かると思うけどね。それからね、真実が分からなくなっちゃったっていう三戸部さんのためにね、小泉さんから情報を、差し上げますけれども、小泉さんはスライドシェアで、いろいろ情報をシェアしてますね。で、ほとんどの小泉一馬が取得した情報っていう、青木島遊園地関連の、ね、情報っていうのはここにありますので、まあこれ見てください。真実がわからないっていうんであれば。で、こういうとこ見ない人に限ってね、何が本当だかわかんないとか、小泉一馬はソースを示せとか言うんですよね。示してるっつの、三戸部くん。勘弁してくださいよ。で、これはね、これも割とね、っていう感じの資料だと思うんだけど、これなんでこれ出てくる？なぜ出てくるってね。これはね、青木島遊園地、廃止説明しなかった、廃止説明会しなかった本当の理由ということで、これは今までね、出てきてない資料で、これ今6月の定例会の時に出したんですよね。いいのもは。この時、2022年、9月、長野市役所、青木島遊園地廃止の説明会開催の要否を2名、たった2名ですよ、と協議し、みんな分かってるから開催しない方がいいと。もう、事実、真実は明かすなと。もう臭いものに蓋でいけや、みたいな回答をね、得ていたと。これは青木島遊園地廃止について、市が、公営口課がね、協議したと。だけど、協議相手方は、墨塗りで分かってません。で、市によると説明会の要否の打診は、この2名にだけしたということです。で、市は1世帯の苦情返上で遊園地を潰し、2名の意見で説明責任を放棄してきたということになります。これ令和5年ですね。4月12日の定例記者会見で、記者から、廃止説明会開催しない理由を質問されたが、市はこの件に触れていません。まあ、闇は深いよね。2023年6月15日、小泉一馬市の一般質問で明らかにされた件でございます。ということでね、まあ、小泉一馬が明らかにする新たな事実っていう真実っていうのはあるにせよ、小泉一馬が書き乱したせいで真実がわからなくなったっていうことは、一体何を指してもさっぱりわからないですね。無責任な、そういう風説の情報はやめてください。迷惑です。三戸部さん。で、これによりますとね、ここ見えるかな
よ。これね。令和4年9月16日ですよ。午後4時。ね。だから、去年の10月に地元の州に回覧で遊園地廃止しますって回したわけなんですけども、その直前ですよね。直前に住民説明会開催した方がいいですかね、悪いですかねって聞いてった人がいる。だけど、これまで長年にわたり対応してきた問題であり、地域や事情を分かっているんで、住民説明会を開催すれば、説明で個人攻撃につながる恐れがあり、開催しない方がいいと。こういう臭いものに蓋で、やんない方がいいよねっていう、そういうアドバイスを、まあ、長野市役所は得ていた。じゃあ、その人誰なの？どういう人物なの？この人はどういう立場で、その地元の意見を代表しているとみなされるんですかと。で、住み抜いてわからないですよね。で、もう一人いて、これは令和4年の9月20日です。これも住民説明会開催の要否についてと。住民説明会を開催すれば、それこそ個人攻撃につながる恐れがあり、見ながっていることは開催しない方がいいと。だからこれね、例えばですけれども、この相手方っていうのは苦情を言ってきた方である可能性もあるわけですよ。可能性ゼロじゃないですよね。だからそういうね、可能性もあるんじゃないかっていうふうに言いたくもない腹を探られるのが嫌だったら、長野市はね、その方の属性まで出すべきだと思いますよね。区長経験者であるとか、あるいは何、市省庁であるとか、でもいいですけれども、広北市長とかね、青木島区長会の会長とかでもいいけれども、そういった属性ぐらいを示さないと、この2名にね、聞いて、それで、廃止の説明会やらなくてよしとした。それが適切なのかどうなのかっていうのもさっぱりわからない話ですよね。で、水戸部君ね、こういう事実があるわけですよ。この事実君はどう考えるの？これが適切なんだと思ったら、ツイッターでそういうこと言ってみ？言えないと思うよ、俺は。はい。というわけで、まあそういうね、なんかめちゃくちゃな言いがかりをつけてくる人が、いるかと思えば、まあ、このね、スキャルおっさんのように、この人は小泉さんとかフォローしてくれてるし、小泉もツイッターでフォローしてる人ですけれども、おいら今まで国政のみで市政に全く興味なかったんですが、小泉さんのおかげで市政に覚醒しましたよと、目覚めましたよと。いや、これ嬉しいですよね。ね、正直ね、小泉も、まあ行政、長野県庁職員であったけれども、その議会ってね、まあ、長野県議会とか、長野市議会とかね、あるいは小泉は、豊島命保護事務所とか行ってたから、そこに住んでたこともあるから、その地元のね、松川町とか、あるいは飯田市とか、あの議会とかって、あんまり関心持ってなかったよね。まあ情報は、取りづらいっていうのもあるよね。やっぱりね、やってほしいのは、市民新聞さんにしろ、信濃町新聞さんにしろ、議会のね、話題を出すときは、議員の名前も出していただきたいんですよね、発言した方の。で、グレートムチャが、長野駅善光寺口で牛を飼えっていうのは、それは名前出して、他の人の名前出さないっていうのは、ちょっといかがなものかと思うよね。やっぱりね、そういうところで見える化していくのに協力していただきたい。議会も、議会法とかで見える化頑張ってるけども、やっぱりね、限界あるって言わざるを得ないよね。まあ、小泉はこうやって、YouTube とかね、ブログとか Twitter とかで広める工夫をしてるけれども、やっぱり、死なの前に新聞にはかなわねえっすよ、ってとこですよね。頼みますよね。だから、小泉のこと書いてくれって言ってるわけじゃないからね。小泉のこと書いてくれたらもちろんいいですよ。さてさてということで、ありがとうございました。スキャル、おっさんさん。おっさんさんですか。でね、統一教会の解散請求の話が出てきているんで、まあ、なんか、回答拒否してるから、罰金払いみたいな話、過料なのかな。なんか行政罰っていう話も出てきてるよね。で、長野市の話をリマインドしておきますと、まずあれだよね、この議員の話もそうだけど、市長自体も、
なんだっけ、なんとか協会みたいな、その、統一協会の第二ブランドをなんか名前変えて、今新しい名前で出てますみたいな、そういう名前で、の団体に対してメッセージ、ビデオメッセージを送ったりしてましたよね。で、それについて小泉が疑問に思っているのは、まあ、説明ね、結構早かったし、率直な説明だったとは思うけども、その、どういう文書がね、統一教会側から来てたのか、それがわかんないんですよ。で、それ文書出せやっつったら、長野市持ってないっていうの、市長が持って帰っちゃった。おい、ちょっとそれ、市長のところに来た文書、いや、個人的な文書です。いや、だって長野市長宛てに市役所に来てんでしょ。で、それを勝手に、いや、これ俺の文書だからって、持って帰っちゃってるわけです、市長が。なんで、じゃあ、それ、不都合なことが書いてあったからじゃないのっていうところが出てきちゃうじゃないですか。だから、そういうのは、やっぱりね、市長は説明するべきだと思いますよね。あと、長野市の社会福祉協議会が、統一教会関連団体から寄付もらっていた。統一教会、そのもんだったかな、寄付もらってるんですよ。で、令和3年にもらってて、で、デカデカね、ありがとう、誠にありがとうございましたつって、御礼をホームページにアップしてるわけですよ。で、その寄付した団体がいくつか書いてあるんだけれども、一番てっぺん、一番トップに据えてるんですよね。だから小泉は、まあこれ、削除しろとまでは言わないけれども、まあ、統一教会のことがクローズアップされたじゃないですか。だから、どういう方針で今後は情報を取り扱っていくのか、そのくらいは書いておいた方がいいんじゃないですかっていうことを申し上げたし、議会でも質問したんだけども、鬼原市長は、いや、特段いいんじゃないみたいなことだから、やっぱり、統一教会とある程度ね、なんかこう、なんすかね、利害がある関係っていうのが、断ち切れてないんだと思うんですよね。断ち切れていたら、わかりました、ちょっと注意しておきますね、ぐらいの答弁できるはずなんですよ。だからそこがダメだよねっていうのは俺は思ってます。で、そこまでは市長の話ですけれども、で、画面キャプチャーで、市議の話ですよね。だし、市議会議員選挙もありますからね。で、青木俊明さん、これ小泉の高校の時の同級生ですけどね。で、北沢哲也さん、それから松田光平さん、この3人は、関係イベントに出ていたということで、当時話題になりました。で、ね、この方々が、鬼原市長に比べて何がまずかったかっていうと、隠そうとしたんですよね。で、議長が、君たちね、もう写真とかでネタ上がっちゃってるから、もう自分で説明しろよと。で、説明したら議長の方にそういうふうに報告しろよって、寺澤さゆりさんが当時言ったんですよね。で、だけど1ヶ月経っても何もやらなかったんですよ。で、寺澤さゆりさんがもう一回やったらしょうがねえってんで、やったけれども、まあそういう、なんていうの、往生際の悪さが際立った3人でしたよね。まあこのね、グレートムチさんっていうのは今、あれですよ、偉くなられて、県議になられましたよね。県議でお活躍なさっていることかと思いますけども。まあ、最近またね、統一教会解散請求いよいよあるのかみたいな話で、ちょっとクローズアップされてね、また注目されてきてるようになってますので、この辺も皆様にリマインドしていただきたい。いうことです。でね、あと、荻原市長の話題ですけども、鬼原市長が、なんつうか、能天気っつうか考えてねっつうか、このタイミングで中国行ってんですよね。今、日中関係ってあんまり良くないじゃないですか、関係が。もうこの話も何度もしてるけれども、福島で、処理水放出して中国は怒っちゃって、で、中国の偉い人たちだけじゃなくて、国民レベルで、それダメじゃんっていうことで、なんか日本に、なんか、伝達、いわゆる電話で、ちょっとやめてくださいよって、全然関係ない人にまで、そういうこと、言ってくるみたいな、ことになってますよね。で、そういう中で、中国行って、本当に成果上がるんだろうかって、ね、まあ、長野に来てくれや、へえって言って、よし、わかった。日本と中国、長野と石化層、友好関係にあるから、ちょっとどんどんお客を送るからな、と。
そう、なんだろうかって、ちょっと疑問ですよね。だって、ああいうお国柄だから、上がね、政府が決めたことって、もう下の州は、逆らえねえじゃないですか。計画経済の国か、統制経済の国だから。いや、多分そうだと思うよ。旅行会社だって、いやいや、長野人気だからバンバンお客を来るわ、つって、やるんかっちゃ、このタイミングで。いや、中国の偉い人に、共産党に睨まれないように、ちょっと遠慮したか、日本方面、みたいな話、なんじゃないかな。どうなんですかね。まあ、だけど、なんか、共産党の幹部の子息とかで金持ってる人とかは、関係ないから日本に来るんじゃねえか、みたいな話もありますけどもね。だけど、どうなの？あんまり、その辺の報道ないけれども。まあ、だからね、これ、荻原健司がね、ちゃんと情報を掴んでって、事前の調整してね、ちゃんと、長野にお客を送るから大丈夫、来てくれっていう話で行ったんだらいいけれども、いやー、行くことになってるから行くんだよ、みたいな話だとね、何のために行くのかよくわからない。で、こういう日程なんですよね。明日帰ってくるんですよ。長野に。で、この時、まあ、いいお土産話を持って帰れるかどうかってとこですよね。で、ここで旅行会社向けセミナー。旅行会社向けセミナー。セミナーっていうのはどうなの？なんかちょっと上から目線な気がするけれども。レクチャーとか、まあ、嫌だな言い方は。で、こういうことをやって帰ってくるということですね。で、デジタル経済博覧会とか、絶過層市内視察とか、この辺どうなの？この市内視察なんか2日も撮ってるけどもさ、市長さん。まあ、エッフェル塔のね、前でポーズ撮ったりした方々の話もあるからね。どういう成果を持ち帰ってきたのか、しっかり、まあ、市民たちにね、議会にもね、報告してくださいと思います。これはね、やっぱり議会としても関心を持っていくべきことだと思うんだけれども、あんまりこういうことを発言する人いないような気がしますよね。にゃこ。ね。で、これね、小泉さんの議会議員というお仕事についてトークってことで、これ初めて小泉さんが主催して、ツイッターでラジオみたいな機能もあるんですよね。生ラジオみたいな。生ラジオいいんだよね。そういう生の配信ができる機能があって、なんだっけ？夏だっけ？なんとか言うんですよ。それ、やったら、さっき見たら61人が聞き直してくれてるってことで、おりゃおりゃすげえじゃんって思いました。これ、いいね、これね。なんか、あれなんですよ、小泉も、ライブできなくなっちゃったから、うちのパソコンぶっ壊れて。で、しょうがないから、じゃあ、スマホでこれやるから、つって代わりでやったんですけど、案外聞いてくださって、皆様ありがとうございます。まあ、調子に乗ってもまたやるかもしれませんので、よろしくお願いします。ということで、さて、今日は、ちょっとね、皆様に、皆様にというか、それなりに見ていただかなきゃいけないネタが、ありまして、これですね。これでは、市民新聞なのかな、市政の重点課題は、ということで、市議選前の予定者に対する立候補予定者にアンケートしましたっていう、そういう記事、記事ですけれども、にゃご？うん。でね、これ、点数つけさせてるんですよね。市民新聞面白いね。こういうアンケート今までなかったですけど、小泉の3期やってて。で、なんか中央値が80点台だってのこれびっくりしちゃって。荻原健司が、そうなのって。ほー、みたいな話ですよね。で、小泉さんは、この0点から9点。0点です。0点ですよ。で、小泉さんはね、最初、この市民新聞アンケートが来たとき、マイナス100点って出したんですけど、ちょっとマイナスは困るんですけど、って言われまして、0点で付け直したという経過がございます。ロボコン0点ですよね。荻原くん0点。
いや、0点でいいと思いますよ。ねえ。で、今度ね、立候補予定者ごとの、情報もありましてね。これなんだっけ？小宮市長の、点数をつけて、それから、青木島遊園地廃止での対応を評価しますかどうですかってことですね。それから、長野市の子育て政策で不足している点はってことですね。まあ、そんな話が出てきてまして。新米もね、やってるんですよね。あ、これ違うね。こっちか。うん。これはいつの？ああ。こっちはね、順番からいくとこっちですね。で、立候補者アンケートで、よ。見える？長野市議選立候補者アンケート、立候補予定者アンケート。これ昨日のですね。で、子育て支援、なんと、荻原市で評価37人。評価する17人。ちょっと、どういうこと？で、産業振興者が32人で評価する17人。青木島遊園地廃止事件を揺らかした荻原さんをそんなにも評価しちゃっていいの？思いますけどね。で、子育てを評価するのが37人で、産業振興32人でしょ？で、よ、あれ、もうちょっとでかくならない？そんでこれですよ。でトップセールス評価するの33人で、統一教会との関係をめぐる説明、評価する十分が25人ですよ。だからそうやってみると、今のところ、子育て施策を一番評価していると、荻原の。ちょっと待って、議員の皆さん、議員になろうとしている皆さん、どういうことなのそれって、小泉一馬さんは。いやーもう、呆然自失ですよね。で、荻原健二さんこんなに評価しちゃっていいの？これだからね、小泉の、なんていうの、肌感覚と全く違いますよね。まあもちろんね、小泉のお付き合いしてる方っていうのは小泉さんを支持してくれるような考えの方が多いわけですけれども、まあそれにしてもここまで荻原さんを支持しているっていう、肌感覚はないですね。だから議会の意見というのはね、民意を反映してないんじゃないかな。その議会に行こうとしている立候補予定者の民意っていうのは、民意の構成が世論と違ってしまっているということですね。だからこれを選挙で正していかなきゃいけない。それが9月17日投票日の選挙なんだろうなと、小泉は位置づけさせていただきます。でね、小泉さんは、こういうものを作ってるわけですよ。これね、全部できたらまたアップしようかなと思いますけども、まあ一覧表ですよね。まあ一番上は当然小泉さん。小泉情報ですよね。で、全国の子育て、荻原市長の子育て支援施設評価については、全国の子育て世帯の悲鳴を聞き流し、一世帯の意見を重んじて青木島遊園地を廃止したから、評価しませんと。そういう答えになっております。うん、でね、これね、細かく見ていくと結構面白くて、まあ、当然親友会とかはね、荻原支持の方が多いわけなんですけれども、よく見るとね、この公明党っていうのはもう 100% 荻原市議なんですよ。荻原市議じゃない、荻原市議なんですよ。もうこのね、1っていうのは評価するっていう印なんですよね。もう全部オール1。で、点数も98、100、190、90みたいな。なんなのそれ、なんか歌合戦の評価みたいな評価なんですよね。で、全くね、荻原に迷いなく賛成する。それが公明党の州です。だから何も考えてないよね、多分ね。いや、すげえなと思いましたよ。で、親友会の方がまだブレてる。ブレがある。面白いことね。で、見ていくとね、面白いんですよね、これがね。
にゃあ、ちょ、これ。うん、元に進むさん。新人ね。ニューですよ。で、この方が、大宮市の産業線振興施策の評価は、現市長の評価すべき事案が少なく、現時点での評価は無回答。ってなってるんですけど、評価すべき事案がなければ、それ、評価しないって普通はなると思うんだけど、なんか無理やり、大宮さんを低評価にしたくないみたいな感じの人かなと。こういうふうに、こういうので読み取れますよね。で、三沢さんもね、なんかこの人本当に面白くて、大宮市長の産業振興施策は市民の感覚で、パッと目に見える成果のイメージが湧かないため、これちょっと見えないじゃんね。よ。評価できない。いやー、ただって議員になろうとしてるんでしょ。これ議員じゃなければね、こういうことを、まあ言えると思うけど、議員になろうとしてる人は、アンケート調査、まあ一週間、二週間、書く時間があればね、調べて評価しなさいよって俺は思う。はっきり言って。だってパッとわからなかったから何も言えませんって。まあ、それ自体どうかと思うけど、調べる時間があるアンケート調査なのに、いや、わかりませんって、評価できませんって。それはダメだと思うよね。ちょっと誠意がないと思うよね。公職に立とうとしてる人も。で、この人ね、これだけじゃないんですよ。その、んこれこれ。これはなんだっけ。これは、市長の、旧統一教会との関わりについての説明についてですよね。で、これもそこに関心がないので評価する立場になると、それ関心ないじゃないでしょ。関心なきゃやばいでしょ。こんだけね、だって統一教会の信者のね、マインドコントロールとか、あるいはその経済的搾取とか、もう国民的な社会問題になってるのにそこに関心がないって、言っちゃダメじゃんね、って。三沢さん面白すぎる。だから、この人はなんか鎌倉光さんの弟子なのかな？面白いですね。うん、この木村啓太さんも面白いんだよね。よ、あれ、これ見えないね。うん。大宮市長の子育て支援策評価で木村啓太さんは、ポイ捨て防止に関する要望書を提出した際すぐに啓発活動をするなど、行動力が優れてるって言うんでしょうね。行動力あるから、子育て支援策評価するって言うんですけども、ポイ捨て防止ってすいませんが、タバコのポイ捨てと子育て施策、全く関係ないですからね、木村啓太さん。木村さんが、なんか、ゴミ拾い活動やってるんですって。で、子供にゴミ拾わせて、それ、火がまだ残ってるタバコを拾っちゃって、火傷しちゃって、そんなことがあったんですよ、みたいなことを、真に陳情しに来たらしいんですよ。申し訳ないけど、俺はね、その小さい子に、その直接素手でゴミ拾いさせるっていう、その子が、どうなのって正直思う、俺は。それは、俺だったらやらせないよね。俺、子供にゴミ拾いさせることはあったけど、ちゃんとね、こういう、なんつうの、トングっていうんですか、ああいうのを使わせたりしましたよ。だってそれはそうだよね。だって危ないものがあるかもしれないじゃないですか。自分の子供が、やけどして、行ったら対応してくれたって、だからすごくプライベートな話ですよね。だからプライベートな話と、公の行政事業と、ごっちゃにしちゃいけないと思いますよね、木村啓太さん。で、この人はそれで、青木島遊園地廃止問題への市の対応も、よいしょっと。こうですね。評価するって言ってますからね。あ、そうですか。
もう全然話が合わないですね。木村啓太さん。維新の方ですけどね、この人ね。だから山崎昭夫さんは、青木自民延長廃止問題は評価しないって言ってるんですよね。で、案外っていうか、案外って言っちゃうけどね、山崎昭夫さんはね、なんかそんなに破綻した回答なかったから、どうなんですかね。維新もちょっと候補者えりすぐった方がいいと思うよね。二人立てちゃって共倒れになっちゃったらどうするのって、余計な心配すいません。で、他にね、面白かったのは、なんかあったよ、なんかあったと思ったよ。ああ、これですよね。青木島祐一廃止問題の支援の対応の評価。まあ、ここでね、評価するっていう人たちは私は基本的に議員としての資質は疑っていいと思ってますけれども、松田光平さんは評価するとって、地域の課題に対して地域外の人が干渉すべきでないって、何言ってんのか俺にはよくわからないよね。だってこんだけでかくね、社会問題になった話じゃないですか。それに対して、いやいや、それダメだよって、長野市何やってんだよって、言う権利ないの？あるよね。だって長野市の課題に対して、だって県とか国とかからだって、いろいろ助けてもらってるじゃないですか。それ、市は県や国から干渉されるなって言っちゃうの？そりゃダメだよね。松田さん。そうやって小さく小さくシュリンクさせて、問題を矮小化してね、青木島遊園地なんか地元の問題で大したことないんだみたいな風にしたい気持ちはわからないでもないけども、それはね、あと世間話的には通るかもしれないけど、議員がそういうこと言っちゃダメだと思いますよ。で、松田さんも結構面白い人で、松田さんって統一教会イベントに関与してた人ですよね。さっきほら、見たじゃないですか。統一教会イベントに関与してたんですよ。関与してたんだけど、この人市長の旧統一教会との関わりについての説明については、個人の政治信条に関わることなので何かを言う立場にないと、言ってるんですよね。個人の政治信条に関わること、いや、そうなのか。すごく、わかりやすすぎるんだけど、統一教会とのお付き合いっていうのは、だから社会的にね、意義があるとか、まあ、なんかほら、家庭とか平和とかさ、言ってるから、そういう普遍的な価値観に賛同したとかいうことでもなく、あるいは、その、信教の自由、個人的な崇拝ということでもなく、政治信条って言うんですよね。つまり、選挙の時に政治信条で結託して助けてもらったことだから何か言うことじゃないよねって言ってるんだと思うんですよ。そういうふうにしか取れないんですよね。だから、それあまりにも本音すぎるじゃないですか。それはダメだろうと、俺は思いますよ。それ、だってほら、市長を助ける立場としては、それ逆に隠さなきゃいけないことなのに、いや、選挙で、なんか助けてもらう、それは何か言うべきことじゃない。それはダメだと思いますよね。で、さらに、これ自分も関わってたってこと忘れてますよね。で、逆に言えば、松田光平さんもこういう理由で、俺に、統一教会との関係のこと何か言ってくれるなって言ってるってことだよね。だから面白いよね。全然統一教会との一件について反省してないっていう風に見えてしまいます。で、さらにショッキングなのは三井常光さんのこれ親友会の親玉ですが、この方は実は青木島遊園地廃止問題への市への対応は評価しないと言っています。
で、荻原市長への点数も60点って異例に低いんだけど、これはまあ選挙対策だよねっていうのは見え見えなんですよね。で、親友会会長の私に相談すれば、もっと理論があった子供がかわいそうって言ってるんですけど、かわいそうじゃん、ね、大丈夫じゃねえよね。だってそんなだったら議会で発言してくださいよ、そんなことやっちゃダメだよ。で、この人そんなこと言ってて、あれ、出てこないかな。あれ、出てこないね。あのね、そんなこと言ってたこの人は、西岸ね、青木島遊園地廃止は立ち止まって、ちょっと見直してくださいっていう市民の西岸、この人はそんなもん通す必要はないっていう立場で採決してますからね。言ってることとやってること全然違うじゃん、選挙前だからでしょって。もう見え見えなんですよね、そういうの。やめた方がいいと思いますよ、三井常光さん。三井さんは小泉さんにはね、だいぶ好意的な面もあったりしますけども、まあ、それはそれ、これはこれでございます。で、まあね、いろいろね、面白いのがわかる資料ですので、まあこれね、いずれ公表していきたいと思いますので、整理つけたらね、公表していきたいと思いますので、皆さんお楽しみになさってください。でね、それからね、気がついたのは、野々村博美って案外、野々村博美って共産党の市議団の親玉ね、横泉いじめの先方ですけれども、荻原に対して甘いんだよね、共産党の中ではね。この辺が現職なんですけども、現職の中で、荻原氏の子育て支援策評価、みんな評価しない、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 評価しないだけど、どちらかといえば評価しないなんですよ、この人。荻原氏の産業振興施策も。ちょっとね、甘いんだよね、この荻原氏のトップセールスもどちらかといえば評価しない。他の人は評価しないって言い切ってるけどね。だからね、団長もうちょっと、厳しく荻原氏に対峙していくっていう視点が必要だと思いますよ。こんなだと俺、本当にね、滝沢慎一さんあたりに団長やらせてあげてほしい。もう、去った方がいいんじゃないかな、野々村ひろみさんは。悪いけども、議会の仕組みもね、よくわかってないですよね。野々村さんだけじゃなくて他の、会派の主もわかってないんだけども、議会の独立性とかね、荻原健司ときちんと対峙していく、チェックしていく、そのための議会だってこともわかってないんですよ。つうことでございます。で、まあ、小泉さんはね、この資料まだほら、連載続くから続きものですから、これはちょっとね、なんとか整理して、皆様の投票にお役立ち、いい資料になるような風に、考えて公表していきたいなと思っています。皆さんね、必ずね、投票行ってくださいね。小泉さんは本当にね、お願いしますよ。でね、青木島遊園地廃止して OK 派の議員には絶対投票しないでください。それ本当に俺もお願いします。この人たちは議員としての資格資質ないですよ。で、わかりますよね、言ってることね。あと、あんだけおたおたした説明しかできないじゃないですか。未だに市長は、いやいや、大島遊園地廃止しちゃって遊び場所なくなっちゃった児童センターの子供たち、こういう遊び場用意しました。できてないじゃないですか。もう全然ゴテゴテで、泥縄で、しかも現場の意見も聞かないで、本庁の中だけでやってる仕事を。だから全然片付いていかないですよね。もうとっちらかったままですよ。で、そういう、大庭の姿勢で、この、大日感情最悪の中に中国にね、危機として外遊に行く、そういう、なんていうんですかね、なんか、資料がしっかりしていないと、あえて言っちゃいますけど、そういうお庭して、こういうのしっかりチェックしていくのは、本当に議会の役目だと思いますよ。でね、本当に、小泉さんも今まで議員やってきて、こんないい加減な姿勢っていうのは今までなかったです。これはね、絶対、正していかなきゃいけない。0点姿勢ですよ。でそういう意味で、荻原氏の特にね、青木島遊園地廃止問題について、OK、評価するってつけちゃった人たち。
絶対投票しないでください。小泉一馬さんからのお願いです。いや。はい、今日の、こいちゃんライブじゃないバージョン、ここまでとさせていただきます。この後、アップしてね、20時55分。あ、もう21時じゃんね。やべえ。アップしておきますので、皆さんご覧ください。ありがとうございます。